古城に現れた白い貴婦人白い貴婦人は古い城官などに出現するというヨーロッパ各地で語り継がれる幽霊の伝説白い女とも品種の女の前に現れた白い貴婦人ヨーロッパには人が死ぬ際にはフクロウが鳴いたり誰かが戸や窓を小さく打つような音がするなどの迷信があるある一部の貴族の家系においては一族の誰かが死去する際に 上官に白い女が出現するという。それは、多くの場合は、一族のソレイであり、その出現は、誕生や婚礼など、喜ばしい出来事の前兆であることもあった。ホーエン・ゾレルン家の本家や冒険の家系には、白い女の言い伝えが残っており、この言い伝えが始まった、クルムバッハのプラス・センブルク城のほかプロイセン王国の中心となった、ベルリンのベルリン王宮。 冒険が統治したアンスバッハやバイロイトでも言い伝えが残っている。王朝の断絶を告げるものであったり、一般的な幽霊と同じように排除をさまようものであったりする場合もある。初ョ修道院には、真夜中にベルタホン・ローゼンベルクの霊が出現するという言い伝えがある。この霊の姿が現れるのは修道院関係者の誰かが死ぬ前兆だった。ウィーンの王宮にも、 白い貴婦人が出現したことがあるという。チェコにおいて最も有名な白い貴婦人はロジュンベルカ家に関連するものである。伝説によれば一番多く現れるのは夜だったが昼間にも現れることがあり出会った人々と会釈や挨拶を交わすこともあったという。ロジュンベルカ家最後の男子ヨシトズロジュンベルカが乳幼児だった時その子盛りをした。 上官の人々はそれを受け入れたが、新しく入った子守女の一人が、白い貴婦人を信用せず、その腕から赤ん坊を強奪した。白い貴婦人は怒って、それから姿を現さなくなったという。ウィキメディアコモンズには、白い貴婦人に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。